おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月24日ですね。で、土曜日なんで相場はないんですけども、ちょっとね、1週間の動きを振り返りながら来週の予測に変えていこうと思います。基本的な姿勢はセルですからね。それではセルをどのように解説していくのか一緒にご覧ください。では画面を切り替えていきます。こちらです。はい、これデイリーなんですけども、ヘッド&ショルダーになるかなっていう予測が1個ありました。高値圏に来ると売り圧力が強まってくるんですよね。で、安値圏に来ると買い圧力が迫ってきます。その中で高値更新をしなくなったのがここです。で、下落が始まってですね、これが、まあ、考えにくいことなんですけども、これがね、上に行くかなっていうのはね、一番考えにくい第3予測だったんですけども、これはまあまあそうではないですよね。まず第1予測仮説なんですけども、ヘッド&ショルダーになることを私は考えておりました。で、これは前々から申し上げましたね。こうなって大きく下に移るということですよね。まず一番は高値圏ではヘッド&ショルダーを疑います。で、次に疑うのはヘッド&ショルダーじゃないんだけども、2つ目の山を描いた時にもうね、際限なく下の方に探っていくって感じですよね。今回はこれでしたね。このネックラインを超えればもう十分だったということでございます。このネックライン1個に、まあ、物語が入っていたということですね。以降セルの方にどん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 向かうんではないかなというふうに思います。では4時間の方を見ていきます。4時間は綺麗な売りトレンドですよね。まあ、これは昨日お話した通りですけども、誰が見ても売りです。で、気になるところなんですけども、昨日のエントリーポイントは確かに正しかったんですよ。で、その後20ピップス以上取った後で、今度急速にですね、また赤い陽線を出して上の方に戻ってきましたよね。昨日の上下の幅っていうのはかなり凄まじかったと思います。まあでも今までもね、結構ありましたからね。ここですとか、ここですとかね、こういうところにもありましたよね。ここもそうかもしれません。ちょっと意味が違うけど、というところで今後の方針ですけど、やっぱりね、セルってことが分かります。1時間に見ていきます。1時間でなぜセルということが言えるのかというと、ずっとこの黄色い箱の中にいたじゃないですかね。で、初めてね、安値更新したんですよ。ここまですごい更新ぶりでした。107円の505を下回る勢いでいきましたよね。ということで、今後は下の方に下がった時にここまで範囲が広がったレンジを見ていくってことになります。で、上昇要因はほとんどありませんので、まあそうですね、新しいレンジの範囲としてはこのぐらいですかね。だからちょっとね、下の方にぐっと縮めたような感じです。まあいずれにしてもね、許容空間が広がりましたんで、上の方には行きにくいけど下の方には行きやすいという形です。全体的にもね、これは下の方に向かっている、右下下がりのトレンドになってますしね、いうことないですかね。はい、ということでね、振り返ってみました。1週間ずっとセル戦法で行ってきたんですけども、で、一旦ね、セルをちょっと待ってっていうところもありました。そしてやっぱりセルだったというね、まあ、バイの予測ってのは一回も立てなかったわけなんですけども、来週もですね、このまま行けるところまでセル行ってみようかと思います。そして同じように安値圏になればなるほど今度は買い圧力が強まりますんで、この繰り返しですから ね、なんか集大成みたいなこの1週間になりましたけどね、4月は、どうでしょうかね。セルの方でしばらくは負けなしだと思います。それでは失礼します。ロスカットはエントリーと同時につけてくださいね。